こんにちは、マイキーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、と先日私が、えー、熊野に旅に行ってまいりまして、で、えー、熊野の、えー、どこだっけな、那、え、智、ー、大社那智大社に行った時に、那智大社の参道にあのー、不書道用品店が、 何件かあるんですねそのお店の中でちょっと気に入ったお店があったので立ち寄った時に1本筆を買いましたこちらですね見えますかねこれえっとアカシアさんアカシア製の筆ですえー、これねイタチなんですで私普段自分はあんまり イタチの毛って使わないんですね。えー、羊毛羊ばっかりなのでまあたまにはあの硬、ー、い筆イタチの毛って硬いんですけど硬い筆で、えー、ちょっと描いてみようかなと思って、えー、久しぶりにイタチの毛の筆を買いました。で今日はちょっとねその筆おろしから、えー、ご覧いただきたいと思います。

弾力がすごい全然違いますわ、ね、かりますすこれイタチ。すごい硬いですねやっぱりね、はい、じゃあしっかり根元まで下ろしたら下ろしたのでじゃあちょっとね書いてみたいと思います筆下おろししたばっかりなんで ね、なんかもったいない気もするんですけどたっぷりとこう根元まで墨が入るようにたっぷりつけましょうね。じゃあねちょっと早速描いてみたいと思います。 はいいいですねこの「払い」とか「あ、うまい」とかそういう意味じゃないですよこのね線がもうイタチっぽいキリッとしたこういう最初のねところ1画目キリッとした感じが出てますねこういう止め「止め」「止め」「はらい」もねさすが硬い毛ですねじゃあ次にちょっと羊毛で。 羊羊の毛毛。です羊毛。柔らかい毛で描いてみたいと思います。 かりますかね。この留めの部分ねこのキリッとした感じがやっぱり羊毛だとそちょっとね優しい感じ柔らかい感じになりますよね。うん、あと払いのこの先っぽの方とかもちょっと違いますよね柔らかい毛で描くとこういう形になりますこういう線になります。